この次はちょびちょびドリブルをのコンビ2人を使ったドリブルをメトロノームを使った練習でいきます。最初は脈拍と同じ70回でいきます。この次は脈拍よりも多い90回メトロノームの練習。ドリブルは脈拍よりも多いと相手が不安になると言われています。コンビの場合120回でやるのはちょっと難しいと思いますけれども、挑戦をしたいと思います。メトロノームを使った練習はドリブルを早く正確に行う技術をつけるのに優れていると思います。